度僕藤岡祐介の連載がスタートすることになりました。このコーナーは毎回ジョッキー仲間や調教師さん、そして普段お世話になっている厩舎スタッフの方をお招きしての対談形式でお届けしたいと思っています。ゲストの意外な一面や競馬にまつわる深い話などをお届けできればなと思っているので、皆さんこれから長い間よろしくお願いいたします。記念すべき初回のゲストは今年絶好調クラシックでの活躍も期待される僕の大親友川田優香ジョッキーです。こんにちは、川田優香です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、今回僕の、対談がスタートするということで、はい、初回のゲストといえば、まあ、優香しかいないだろうということで、今日は来ていただきました。はい、はい、なので、まあ、たくさん取材を受けると思いますけど、まあ、僕だからこそ話せるお話など聞かせていただけると。すでにもうちょっと怯えております。覚悟していただいているのは非常に、はい、やりやすいので、はいはい、この先僕のこの連載がうまくいくかどうかももうほぼ優雅にかかっていますので。そうですね、はい、初回大事って言いますからね。はい、なので今日はどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。で、で藤岡くんが、はい、もうすぐ誕生日ということで、はい、サプライズ、どうもありがとうございます。30歳、30歳ということで、だいぶ早いことついてたから、もう30歳、もうやばいですね。ちょっと早めに準備させていただきますんで、で、これが、キーマサー勝手に、ありがとうございます。ネットケイマさんより誕生日プレゼントということで、はい、こちら、はい、Tシャツを、はい、履いてください。はい、味噌汁 T シャツですね。30歳の味噌汁 T シャツ、はい、もうすっごいありがたいですけど、これもうどう見てもちょっといやいやでかいですよね。俺さっき言ってんけどL やねなぜ L なんやろうっていうのを言ってんけどな。ありがとうございます。あともう一つ、はい、このまま30歳になってもいいですか。もうこれ今日中に読むしかないですね。正式にはあともう5時間ぐらいで30歳になるんで、早く早く終わらせて読みますので、はい、すいません、ありがとうございます。不安のない30歳になります。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。